皆様、週末いかがお過ごしでしょうか。どうも、ハイチです。なんと現在朝の5時16分とパソコンくんがね言っております。早いなんていう時間に撮ってんだっていう感じですね。少し寝起き声というかガラガラ声ですけど、今週はこんな感じでお付き合いください。で、今週のトピックがね、生活リズム、健康を幸せな働き方と、こんな感じで、気になるトピックがあったらぜひ最後まで聞いてってください。で、生活リズムね、関わることなんで、そこからいきましょうか。私今、4時か4時半ぐらいに起きることが、基本的にメインで起きるんですよ。その時早いね4時半ぐらいに。でそこから、こうやって仕事したりだとか、普通にスマの布団の中で、ね、スマホいじって携帯ゲームしてたら息子が起きる6時なんてこともあるんですけど、基本的に4時半に起きるようになってます。で、早いのは理由があって、寝るのが早いんですよ今。うち子供2人いて9時に布団に入るんですけど、だいたい子供が9時半ぐらいまでには寝落ちするかな。たまにね、なんか10時とかなっちゃう時もあるけど、でその時間に一緒に寝ちゃいます今はね。前はそこから生放送やったりとか仕事打ち合わせなんてあったんですけど、基本的にもそこはもう全部なしにして、もう早寝早起きを今年入ってからね、徐々にですよ、ゆっくり変えていって、今結構もうゴールですね、私の中で生活リズムをそうにしております。で、なんでかっていうと、1個は健康です。まず言ってももう38、40前ですよ。皆さんはね、そんなことないよなんて思うかもしんないけど、やっぱりね、体の大きな変化は感じます。なんか25ぐらいで一回大きな変化を感じたんですよ。オールができなくなる。そう、ほんとオールがやってもきつい、翌日にものすごい響くみたいな。そう、10代の時とかは、大学の時とかね、オールしてもさ、翌日めちゃめちゃ元気に普通に活動できる、バイト行けるみたいなあったんだけど、無理無理と思って20半ばぐらいで、次30過ぎね、30なった後でも感じたんだけど、一番が35、6、56、ここのね変化はすごく感じてて、これごめんね、みんなはよくわかんないかもしれないけど、同世代の方とか、私はちょっとね年上の保護者の方なんかは結構共感してくださる気がしているんだけど、その辺はね、大きな変化を感じる。なんかほんと35、6の時は自分の体なんか変わったみたいな、そう、アンパンマンの顔じゃないけどさ、変わったみたいなぐらいに、自分の体じゃないみたいな、変化、変化って言ったらいいけど、ちょっと言葉をね、嫌な言い方すると劣化だよね。そう、いろんなことができなくなるし、疲れやすくなるみたいなのを感じてて、で、いろんなさ、こう年上の先輩方の話を聞いていくと、やっぱ健康っていうところがすごく大事なんだと思ってる。どんどん日に日にそれを痛感してる。そう、今はね、日本だってもう長生きどんどんできるわけだけど、やっぱりできる限り健康で長生きしたいじゃん。もう俺そんな長生き欲あんまないけど、子供たちがね、こう成人して立派になるまでもう見届けられたらいいかなみたいな。そう、結婚式まで行けたらいいかなぐらいの感じで思ってるんだけど、そう。でもやっぱり健康でいたい、そこは。そう、だから朝のウォーキングを始めたんですよ。今朝ウォーキング行ってて、そう、もともとねウォーキングしたかったんですけど、息子たちがまだ保育園と、小学校だったんで、その送っていくのがねバラバラでさ、なかなか朝時間取れなくて、でも今2人とも小学校に上がったから、朝7時半にね行ってらっしゃいって送り出すんですよ。送り出した瞬間に私も違う方向にウォーキングに出てって、だいたい子供がね、子供の足で学校まで20分ちょっとかな、うちは。だから、それ以上、30分ぐらいは最低歩こうと。で、一応歩数が一応目標で、最低3000歩。ウォーキングしてる方、ごめんなさい、3000歩とだけかよと思うかもしれないけど、全然してなかったもんで、そう、家出なかったから、運動しなかったから、そっからまず鳴らそうと思って。今、アベレージが4500ぐらい、毎日やってるんですけど、そう。健康、筋肉とかもね、筋トレとかもしてるんですけど、そう、体にこう健康で入れることがやっぱ大事だなって。あとはこの前イベントした時に1日3公演でもうね、体がね疲れ切っちゃって、やっぱ体力大事だなっていうこと、体力がウォーキングでつくかはちょっとわからないですけど、そういったことも踏まえて、活動にもプラスだなと思って今ウォーキングしてる、そんなこともしてるわけなんですけど、本当健康っていうところですね、まずは。でもう一個が幸せな働き方ってとこなんですけど、会社勤めしてるときはね難しい、だってそれは会社のルールがあるわけだから。俺もね、もともと塾講師とか営業マンやってましたけど、でも今は自分で会社にしてるので、自分である程度こう働き方、働く時間とかも変えられるわけなんですよね。もちろんそれに伴う責任は自分に全部降りかかってくるから、
手を抜けば手を抜くこともちろん自分に降りかかっちゃうんだけど、でも朝方にがっつり仕事をする、本当は午前中が勝負だと思ってて、午前中にめちゃめちゃ仕事するんですけど、そうで、夜、今までしてた夜の分をしなくて済むようにしてると、もともとね、私親がすごい朝方人間なんですよ。私学生の時親はもう5時に起きてて、そうで朝食6時に食べるみたいな、普通にそれでいたから、多分、ね、朝の方がもともとが合ってる。で今この4ヶ月かけてがっつり朝方に変えていくと、まず何が、まあ、多分ね、ウォーキングしてるのもあるんだけど、メンタルがねすごくこういい調子に、いいところにとどまりやすいんですよね。あまりブレない。そっからもちろん生きてたらさ、メンタルやられるというか、浮き沈みなんてあるじゃないですかね。普通になんか朝起きた瞬間に、うわ今日なんかダメな気がする、あるあるある全然あるよ。でもよくないですか、うん、なんかそれって人間っぽいなって思ってて、いや当の本人苦しいんだけど、でもこう、ああやだな辛いなって思うよりも、そんな日もあるよね俺って言ってあげた方が俺は楽だし、生き方として。そうね、ウォーキングしながら、あでも空綺麗だから今日なんとかなっかなみたいな、うん、ほんとそんな感じで、最初はウォーキング歌とか聞かなかったんだけど、今ちょっとねエアポッドつけてウォーキング歌聞きながらウォーキングする日も作ってて、そのね、まあ、お気に入りのね、今私推しがいるんですけど、そのお気に入りの推しのね曲を青空の中聞く、やばいやばいのよ、もうテンションもうぶち上がるのよね。でなんか散歩道をほんとちゃんと通ってるんでね、こうウォーキングしながらこう動画のアイデアだったりとか、今講演会に力入れてるからさ、講演会の資料どう説明しようかななんて考えながら歩いているんだけど、でちょうど高校生たちがね、通学で自転車で私の後ろからこう追い抜いていくんですよ。でそのね子たちを見ながら、頑張れよってお互い頑張ろうなって心の中で言いながら、変なおじさんですよおせっかいおじさん、そうしながらねウォーキングしてて、でなんかそんな日々がすごく楽しいです。だから今昨日からね土日の朝の自習室復活して、でこれはまあ今年も土日は基本的にやっていこうと、トラブルがなければねやっていこうと思ってる。ただ夜の自習室に関しては基本的に多分習慣化はできなくて、たまにイベント的にやるかもしれないんですけど、基本的には朝自習室が、まあ、メインになっていくかなと思います。それでね参加できないじゃんとかね、がっかりさせちゃう方もいるかもしれないんですけど、そうなんかみんなのためになることと自分のためになること、自分が幸せだと思えることっていうのをやっぱりすごくバランスよくやっていくことっていうのが大事だなと、なんかすごく強く思ったので、なんかそこをまず大事にする1年にしています。でその1年をこのね考え方でやってみて、でもまたブレるじゃんね、やっぱり反省点は出てくるから方針が変わっていくと思うの、でもそれはそれでいいと思ってて、もう40手前だからね、40の自分に合う働き方、過ごし方、活動のやり方っていうのを、やっぱやっていきたいなと。あとあれだ、そのこの前スクールねイベントやらせてもらって、やっぱりねみんなの顔を見れるのってすんげー楽しい。なんかさ、取材受けるときに今でもよく聞かれるのよ、その映像授業を作るのと、もともと塾講師で対面やってたからさ、対面授業どっちが好きですかって。でもう質問がね、あこの質問来るってで分かるじゃん、もうかぶせ気味でわーっとね、笑いを取るためによ、かぶせ気味で言うもん、あ対面ですって、間違いなく 100% 対面の方が楽しいよ子供たちのね表情を見ながら授業できるって、特に俺個別指導塾だったからさ、なんかその濃密な時間になるじゃん、2人というかその子生徒たちと、だからそれがやっぱ楽しいよね。分かったってひらめいた時の表情、マスクしてても目で分かるもんね、はっみたいな、伝わったぜみたいな、やったぜみたいな、そうそうそう、だからもう今はね塾で勤めるってできないけど、なんかいつか塾さんとなんかイベント的な一日だけさ、ちょっと配置授業しますみたいな。でも私集団屋なんで個別指導なんだけどだからイベントやってもさ2人とかしか多分授業できないんだけど、なんかそんなんもできたらなとかねすごく思ってて、いつか叶ったらいいなそれもねちょっと話それちゃったけど、まあ、そんなことを思って生活リズムを変えています。まあ、今回なんでこの話をしたかっていうと、なんかみんなにもみんな自身に合う生活の過ごし方、もちろん学校とかあるからさなかなかね大きくぶらすことはできないんだけど、でも自分らしくっていうのはそういうところからもできるよって、で自分が納得いく、自分がこういう理由でこういう生活をしてますってちゃんと理由付けがあるこう生活リズムというか、なんか作れると、やっぱ4ヶ月やってみて
なん自信がつくというか、なんか自分をね、自分で背中がちょっと押してあげられるんだよね、気持ちとして。なのでそういった考え方もあるよっていうのを紹介したくてね、今回こんな話をさせてもらいました。ちょっと長くなっちゃったね。聞いてもらってありがとうございました。ではでは、今週1週間もね、お互い頑張っていきましょう。今週1週間ね、皆さんにちっちゃいいいことがいっぱい降り注ぐことを願っておりますお互い頑張っていきましょう。それじゃまたね、来週か再来週には撮れるかと思いますので、またそちらのダラダラジオでお会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。